Hey guys! Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回は、テーマですね。キックということで、皆さんはキック蹴れますかっていう質問おかしいですね。サッカーしてるんでみんな蹴れると思うんですけど、右も左も蹴れますか？はい。うちのスクール生にもよく言うんですけど、ゴールキーパーって最近こうビルドアップね、もちろんシュートストップは一番大事と思ってます。思ってるんですけど、足元の技術も求められるようになってるじゃないですか。で、まあ、サイドボレーとかは結構ね、動画出すとバズるみたいなぐらい、やっぱみんな関心が高いと思うんですけど、でも結局、パントキック、まあ、サイドボレー蹴るには、ボールキャッチしないといけないわけなんで、まあ、キャッチしてサイドボレー、まあ、練習大事だと思うんですけど、一番こう、試合中に、その求められるのって、例えばバックパスもらってからのフィードだったりとか、なんて言うんだろう。ビルドアップしていくときに、関わっていくときに正確なパスが出せるか。それも、キーパーって絶対右足で蹴れるとは限らないじゃないですか。右から相手がアプローチ来たら、左でどうしても蹴らないといけない場面もあるってなったときに、左も蹴れないといけない。ですよね。なんで、今回はですね、ちょっと、2年前の私と、今の私とちょっと比べながらですね、左足のキックについてちょっとね、語っていきたいなと思います。で、まず、まあ見てもらえて、早速ね見てもらいたいんですけど、2年前の私の左足のキックの動画が中山 GK チャンネル始まってもうすぐなんで、2年前、本当に2年前のいつだったんだろうな、あれ。でも半袖着てたから8月ぐらいの動画になるんですけど、まずそれをちょっと見てもらっていいですか？はい、じゃあちょっといきますね。はい、助走を取って左足もトライっていうことで、はい、崩れ落ちてますけれども、全然切れてないっすね。で、中山コーチはもう右も左もすごい正確に綺麗に蹴れるんですよ、ずっと。はい、もう全部右ですね。正確がひん曲がってるでしょうね。挙句の果てにはですね、この後ちょっと見ててください。まあ、正確なキャッチキックが飛んできます。ボールを置きます。なー左ね、今度左にそれ出す。まっすぐ蹴れないもんかなってもう見てても思うんですけどね。全然飛んでもないし、狙ったところに行ってもないっていう。で、最終的にを蹴って足を負傷と。もうどんだけ残念なキックなんだっていう感じですよね。そうなんですよ。2年前の私です、これが。で、今から、流すのが、今の私、まあ、先々週ぐらいかな。10月の半ば、まあ、頭かに撮った練習前にね、同じ場所で、同じボールで、この、2年前のやつは4号球だったんですけど、今回は5号球で蹴ってます。で、同じ場所で、同じ長さね、キックしているので、ちょっとね、カットしちゃうと、いいとこばっかつまんでんじゃないかって思われちゃうと思うので、ある程度ちょっと長回しで見てもらったらいいかなと思いますので、どうぞ。左成長したんじゃないですかね、ちょっとは。ちょっとしばらくお付き合いいただいて、そんなに興味ないぞお前のキックって人はちょんちょんちょんってこうちょっとスキップしてもらったらいいかなと思います。いや、だいぶ飛ぶようになったと思うんですよね。ただまあまあ、コントロールだったりとか、例えばカーブが自在に蹴れるとか、そういったレベルでは正直ないです。本当にまっすぐ飛ばすようになっただけ、飛ばせるようになっただけっていうようなイメージを持ってもらえるといいと思います。ちょっとずれましたね、はい、ノーカットでお送りしておりますよ。見てもらったら分かると思いますけど、ここら辺からちょいちょいね、多分ミスをするんですよね。何してんだ。
はい。っていうところで、まず、まあ、簡単になんですけど、解説じゃないです。そんな偉そうなこと言えるほどのレベルじゃないので、あれなんですけど、一つ、まあ、私がこう左足のキックを練習する上で意識したこと、こういうことを意識すれば蹴れるようになるよっていうところをちょっとお伝えできればなと思うんですけど、まずはこの助走ですね。助走。できるだけボールに対してまっすぐ入っていくこと。これが一個ポイントになります。結構横から入っちゃう人多いんですけど、そうなってくるとインサイドにボールが当たりやすくなっちゃうんですよね。なので、できるだけ縦めに。で、体も、まあ、正対まではいかないですけど、体もボールの方にできるだけ向けるようなイメージを持つといいかもしれないです。まっすぐ入っても最終的にこう体が結構横向いちゃうことって多くて、しっかりボールの方に向きながら蹴ることをイメージするとすごくいいです。で、軸足はもう本当に近すぎず、遠すぎず。で、蹴った後にボールがどこに飛んでいくかによって軸足がどうだったかっていうのが分かるので、そこを基準に自分はちょっとずつこう軸足の置く場所、蹴らない方の足ですね、置く場所を、ちょっとずつ変えながら、練習をしました、はい。でもうここができるようになってから劇的にボールが飛ぶようになったっていうポイントが一つあって、それがこの瞬間なんです。ここここって言ってもあれなんですけど、左足でキックするときってどうしても飛ばそうってするから足だけに意識しちゃいがちなんですけど、実は上半身の動きとかもすごく大事で、右足でキックしてる動作のときってだいたいこう手がね、左手がこう上がってこうなんていうんですかね、泳ぐじゃないけどこうバランスを取るような感じの手が出るんですけど、この動きを左でもやるようになって意識的にするようにして、あとはまあボール当てるところとかもありますけど、このフォームを意識するようになってからボールが結構飛ぶようになりました。なので、練習するときに、まあ、助走と軸足の位置とフォーム、この3つをまず押さえながらボールにこう当てるような練習、ボールの球体の面にしっかり足の面が当たるようにする練習、もう飛ばそうとしなくていいと思います。最初本当に自分も5メートルぐらいのネットに向かってどんどんこうバン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 蹴って、とにかくフォームと当てる、ボールに足を当てるっていう、ちゃんとインサイドじゃなくてインステップを当てるっていう練習から始めたので、そこをまずしていってから、当たるようになってからこう距離蹴るとか正確に蹴るとかっていうところを練習していけば、少なくとも2年で少なくともっていうか私の場合は2年ぐらいでこんぐらいこう変化が出ました、はい、っていうような感じですね。参考になりましたかね。また今度ね、実際にどういう練習してたかっていう動画もね出せたらいいかなと思うんですけど、右も左も蹴れるって結構キーパーにとって大きい武器になると思うので、ぜひみんなも練習してみてください。はい、ということで、今回ねキックについてやっていきました。ちなみになんですけど、TGK 現在、サイドボレー絶賛練習中です。もちろん右も左もまだまだねいろんなボール蹴れるように練習はしてるんですけれども、サイドボレーね選手自体正直求められることがなかったというか、流行ってなかったというか、なんていう言い方をしたらいいのかわかんないですけど、蹴る機会がなかったので、キーパーコーチになって、まあ、みんなが、ね、蹴るからやっぱ教えられないといけないからつってこう練習をし始めてるんですけど、まあ、今出来高的にはそうですね、6割7割ぐらいですかね。成功率もあんまり高くないので、今こんな感じです。はい、まあうまくいったりいかなかったりっていう感じで、これもねでも2年前の動画を見比べてみるとだいぶ蹴れるようになってるんですよね。はい、なんでまあまあいくつになってもサッカーは上手くなれるということで、小学生、中学生、高校生、男子も女子も、練習すれば必ずできるようになりますので、ぜひぜひ、頑張りましょう。もしね何か聞きたいことがあれば TGK の公式の LINE アカウントもしくは DM の方、概要欄に全て貼っておりますので、お気軽に
で、女子の選手ね、もしトレーニング来てほしいよ、TGK と一緒にトレーニングしたいよ、パーソナルでも大丈夫です。チーム全員でも大丈夫です。チーム全員のキーパーね、でも大丈夫ですし、取材、女子サッカー、ゴールキーパーから盛り上げるプロジェクトを参加したいよっていう人は、ぜひね、そちらの、概要欄の方見てもらってご連絡いただければ。日本中どこでも行きます。県外ガンガン行きます。全然大丈夫です。遠慮必要ありません。ぜひ連絡してきてください。はい。それでは今回の動画良かったよって思う人は、チャンネル登録といいね、お願いします。それでは次回の動画でまた会いましょう。See ya!